先日大陸メディアはこの6年で免職となった85人の官僚のうちすでに3割が復帰したと報道しましたこれに対して市民からは多くの反発の声が上がっています北京市の宣伝部が管理する新京法は12日この6年で免職となった官僚85人のうち3割が復帰という記事を掲載しましたこれによるとと毒ミルク事件で免職となった 漁師の官僚3人はすでに全員復帰しています。他にも2008年に277人が亡くなった山西省のダム崩壊事故、2008年に70人が死亡した山東省の列車衝突事故、2010年に上海市の高層マンションで起きた大規模火災などありますが、当時、免職となった官僚は1年余りで復帰し、以前と同じ職位に戻っています。報道によると、 官僚が免職となった52の案件のうち85人が免職になりましたがそのうち34.12%に当たる29人が復帰していますただし、わいな映像が原因で免職となった官僚は一人も復帰していません彼らを除くと官僚の復帰率は50%に達します中共は、在処理自己人の問題上 大陸のポータルサイト、モ盲イがこの記事を転載したところ、わずか数時間で4万近い書き込みがありました。こういうおかしな制度が後を絶たない、庶民の福祉や命は眼中にないのかといった声や、庶民を騙す。 これぞ中国の特色だ。という意見がありました。河北省人民ラジオ局元編集者の周金金さんは、中共の幹部は民衆に選ばれるのではなく、上層部の官僚や後ろ盾に任命される点を指摘します。体制の問題を根本から解決しないと、今回のような現象は今後も絶えないだろうと述べました。新東人テレビがお伝えしました。